ロット19小海艇はニュージーランド海軍の小海艇のクラス。プロテクター計画の一環として整備されたことから、プロテクター型近海小海艇とも称されており、4隻が建造された。2000年代初頭、ニュージーランド海軍は総合的な艦艇の再整備計画として、プロテクター計画を発動した。これはニュージーランド政府が進めていた。 緊縮財政に対応するよう海軍の戦力を見直すものであった。本級は旧式のモア級小海底の大大堤として開発されたものであるが、その開発にあたっては同計画のコンセプトが導入されている。設計にあたっては高用要請及び低ライフサイクルコスト性が重視され、また税関や警察などと連携することで、 少ない人員で最大の能力を発揮するよう配慮されている。建造はプロテクター計画による他の艦と同様にオーストラリアのベイシステムズオーストラリア社で行われた。上部構造物の建造にあたっては摩擦核反接合技術が適用された。紹介海,海域は海岸線から概ね二十四海里以内とされており、一年間のうち百九十日は、 紹介任務を行えるものとされている。南極海の過酷な海峡条件に対応して、搭載艇の要項は C ステート4まで、バートレップは C ステート5まで対応可能とされており、艇自体は C ステート5まで通常の紹介活動を実施可能、C ステート8であっても生還可能とされている。ありがとうございます。